宇宙ステーション補給機は国際宇宙ステーションへ食料、水などの物資や機材を届ける日本の無人宇宙補給機。相性はこうのとり。宇宙開発事業団と後継法人の宇宙航空研究開発機構が開発し、三菱重工業や三菱電機、IHI アロスペースなどの大小百社程度の企業が製造に参加した。 HIIB ロケットに搭載されて、種ヶ島宇宙センターから打ち上げられ、高度約 400km 上空の軌道上を周回する国際宇宙ステーションへ、食料や衣類、各種実験装置などの最大6.2トンの補給物資を送り届ける。その後、使わなくなった実験機器や使用後の衣類などを積み込み、大気圏に再突入させて、断熱圧縮によって焼却する。 ISS との接続には、ハーモニー付近に設置されたロボットアームで掴んで、ハーモニーの下部の共通結合機構に結合させる方法が取られる。初号機以降、主要機器の国産化が進められたことにより3号機で HTV の開発は完了し、4号機以降は運用機として量産が行われている。三菱重工業はプライムメーカーとして開発に携わり、 全部で約350社の企業が開発に参画している。宇宙ステーションとドッキングする HTV の当時の予想図。1988年、日本、カナダ、アメリカ合衆国、及び欧州宇宙機関加盟国の政府間で宇宙基地協力協定が署名された。1993年にロシア連邦も加わり、1994年に 現在の国際宇宙ステーション計画が誕生した。こうした中で、1994年7月の宇宙ステーション計画の了解を覚え書き協議において、アメリカ航空宇宙局は、宇宙ステーションへの輸送を、国際パートナーがスペースシャトルでの輸送経費を実費負担する方式から、各パートナーごとが輸送能力を提供することを原則とする方式への変更を提案した。 これを受け、日本の宇宙開発事業団は1995年に宇宙ステーション補給機の概念設計を開始し、1997年に HTV 開発に着手した。1998年2月24日に署名された宇宙基地了解覚書においては、日本が国際宇宙ステーションへの補給義務を負うことが国際的に約束された。その後、 2003年のコロンビア号空中分解事故によってスペースシャトル体液への流れが加速したことにより HTV を含めた無人宇宙補給機の重要性が高まっていった。当初人工衛星基準の設計、製作経験しかない日本が HTV を ISS へ全自動ランデブーさせる構想を提案したことに対し NASA 側は難色を示して拒絶したという。ちなみに 当初、HTV は、HE やロケットに、液体ロケットブースター1機を追加した212型で、打ち上げる前提で開発が進められていた。しかし再検討の結果、LRB を追加するより、1段目を大型化する、方が経済性、確実性、輸送能力などの点でより優れていると判断され、HIIB ロケットの開発が決定した。なお、日本では、 HTV の前に再使用型宇宙を換機であるホープの開発が進められていた。ホープは ISS の輸送用途にも考えられていたが、再利用型より使い捨て型の HTV での輸送の方が費用対効果が優れているということで、結局ホープが採用されることはなかった。なお後にホープは開発自体が凍結されている。技術実証機の建造費。 約200億円を含んだ総開発費は677億円。2号機以降の1機あたり、建造費は約140億円である。1機目の HTV 技術実証機には、大隅や、早草のような他の国産宇宙機に付けられる愛称が付けられなかった。これは、補給機を再利用せず使い捨てにする用途のためで、 あったが、2号機以降はより親しみを持ってもらうために2010年8月27日から9月30日までの期間に愛称が一般公募され、同年11月11日に、コウノトリという愛称が発表された。選定理由は、赤ん坊や幸せといった大切なものを運ぶ、コウノトリのイメージが、HTV のミッション内容を的確に表しているから、というものであった。 なお、有効応募総数は17,026件。コウの取りの提案者数は217名で、提案者には特典として認定書、記念品が届けられ、抽選で選ばれた6組が、2号機から7号機まで、毎回1組ずつ、名付け親の代表として、種ヶ島宇宙センターでの打ち上げを見守る。HTV の構成。HTV は、当初から補給キャリアの組替えにより、 様々な輸送需要に対応したり、将来は有人宇宙船や機動艦輸送機に発展させることを容易にしたり、するため、モジュール設計が行われている。当初は、余圧単型、余圧長型、余圧、非余圧混載型の3形態が考えられたが、そのすべてに対応したものを開発すると開発費が高騰してしまい、日本が独自の新輸送機開発を行う根拠として、 スペースシャトルより、費用対効果があることを示す必要があったため、油圧物資と費用圧物資を搭載する、根イ型のみが開発された。そのため、組み換え形態の開発は将来構想となったが、モジュール単位で開発して、後で組み合わせることが可能になり、開発の効率化にも役立った。大きく分けると、前側に、3程度が補給キャリア、後ろ側1、3程度が電気、 推進モジュールである。HTV の装備品点数は約120万点に上り、HIIB ロケットの約100万点よりも多く、打ち上げ時にかかる3、2G の加速圧と振動に耐えられる強度を持っている。HTV は宇宙空間での有人使用に対応するため、通常の人工衛星やロケットと違い、故障や誤操作が一つ起きても任務が継続できる位置、 フェイルオペレーティブ、故障や誤操作が2つ起きても、有人安全に影響を及ぼさないにフェイル政府の対、故障設計を行っている。これは、希望と同じ設計思想だが、HTV 固有の安全設計もなされており、各開発フェーズごとに行われる安全審査で、メーカー安全審査、JAXA 安全審査を受信し、NASA 安全審査に至っては、計6回受信している。また、 HTV が ISS に接近している段階で緊急事態が生じた場合、ISS 搭乗員による HTV 運用にかかる緊急コマンドの送信端末である HTV 専用コマンド端末がある。地上側が事態を把握し支援するのが間に合わなくても、搭乗員が端末を使って緊急操作することが可能になっている。この端末は6号機まで使用され、 7号機以降の緊急操作端末は NASA の ISS 搭載下半型パソコンに変更されている。国際宇宙ステーションに補給する物資を搭載する区画。弱部と火圧部からなる。ISS に補給品を送り届けた後、不要品を搭載して大気圏に突入し、焼却処分する役割も持つ。なお、開発初期段階では火圧部がなく弱部を。 大きくした構成も発表されていた。最近の構想図でも、弱部のみの構成や非圧部のみの構成が掲載されているが、将来このような様々な構成を使用する予定があるのかは未公表である。以下、混載型の補給キャリアについて解説する。補給キャリア弱粒圧,圧部の内部。国際宇宙ステーションの船内用補給品を搭載する区画。 国際標準実験ラック、または HTV 補給ラックを合計8個搭載することができる。HRR は飲料水、食料、衣類等を輸送する際に用いるラックで、物資は物資輸送用バッグと呼ばれる ISS 標準のバッグで HRR に収められる。また5号機からは、弱部の底面の空間を利用した新たな補給ラックが搭載可能となっている。 搭載可能な CTV の数は初号機では標準サイズ換算で208個だったが、2号機では230個に、5号機では242個に、6号機からは248個に増えている。また、レートアクセス対応可能なのは初号機では標準サイズ換算で4個だったが、2号機では30個に、3号機では80個に、5号機からは92個に増えている。 レートアクセスでは4号機以降は標準サイズ CTB の約4倍の体積の M02 バッグを搭載できるようになりバッグへ搭載可能な質量も5号機からはそれまでの 20kg から 70kg へ引き上げられるなど様々な改善が施されている輸送する物資は種子島宇宙センターにて重量寸法を測定し寸法が 規定違いであれば所有者に規定値内に収めるよう要請し小さすぎる場合は隙間材であるスペーサーを入れ固定される。これらの搭載される物資はコウノトリの重心が規定の範囲内に収まるように搭載レイアウトの計算に基づいて組み替えて積み込まれる。補給品は ISS 乗員が乗り込んで搬出するため内部は ISS と同じ位置気圧の環境に保たれるほか 単独飛行中も気温は一定に制御される。ISS を離れる際には、ISS の不要品を積み込み、HTV ごと大気圏に突入して廃棄される。補給キャリア余圧部は、HTV と ISS の結合部でもある。先端部分には共通結合機構を装備しており、ISS のモジュールに結合することができる。通常、HTV は、 ハーモニーの地球側結合部に接続される。希望では空気循環用ファンは海外メーカーのファンを使用していたが、HTV では初号機から国産の低層音ファンを用いている。補給キャリア費用厚部国際宇宙ステーションの船外の宇宙空間に設置される材料曝露実験装置や予備部品を搭載する区画。過去の宇宙機では、 実績のない2.7メートル2.5メートルという大開口部を有しており、その中に曝露パレットを収納することができる。曝露パレットは希望船外実験プラットフォーム軽流専用型と多目的曝露パレット型の2タイプが用意されている。また、費用圧部の搭載能力は5号機までは1.2トンであったが、6号機からは ISS 用。 新型リチウムイオンバッテリー6台を一度に打ち上げるため搭載能力が1.9トンに増強されている。誘導制御系、電力供給系、通信データ処理系、通信系の電子機器を搭載する。なお、太陽電池はプログレスや ATV と異なり、パドル型ではなく電気モジュールや補給キャリアの外面に取り付けられる。これは HTV が プログレスや ATV のような自動ドッキングではなく、共通結合機構を用いての接続のため、カナダアームにによる恥じさせるためにはパドルがあると邪魔になるからである。しかし、HTV と同じ結合方式となる米国の商業補給機ドラゴンとシグナスは、太陽電池パドルを使う方式を採用しており、設計次第ではどちらでも可能である。太陽電池パネルは、コウノトリの外壁に、 4号機では55枚、5号機で49枚、6号機と7号機は48枚搭載されており、6号機以降では補給キャリア余圧部の外壁に20枚、火余圧部の外壁に20枚、電気モジュールの外壁に8枚、推進モジュールの外壁に0枚という内訳となっている。軌道変更や姿勢制御のための推進装置を装備する区画。燃料タンク2機。 酸化剤タンク2機、軌道変換用メインエンジン4機、姿勢制御用 RCS スラスタ28機を装備する。実証機と2号機と4号機のメインエンジンと RCS スラスタは、米エアロジェット社製であるが、3号機と5号機以降は IHI エアロスペース社製の国産品に置き換えられる。この国産エンジンへの切り替えにより、 今まで使っていたエンジンとは特性が異なるのに対応するため、コウノトリの ISS への接近運用が多少変更されており、改めて NASA の安全審査を一部受信している。フェアリングは本来 HIIB ロケットに含まれる部分であるが、HTV 打ち上げ時には専用の 5SH 型を使用する。通常の 5S 型フェアリングより全長が長く、 上部に1.4メートル四方のハッチがあり、HTV をフェアリングに収めた後も補給キャリアに入出でき、搭載資料や生鮮食料品などを打ち上げ、直前にも搬入することができる。レートアクセスで搭載できる CTV の数は5号機で92個にまで増加し、他国の輸送船と比較しても HTV が最大の能力となっている。HTV のドッキング位置。 近接運用図、HTV の運用完成は、筑波宇宙センターの宇宙ステーション運用等内にある、HTV 運用管制室で行われており、HTV が ISS の後方 5km に到達する90分前からは、NASA のジョンソン宇宙センターにある、ミッションコントロールセンターとの統合運用が行われる。運用管制の訓練、打ち合わせは、 打ち上げの1年以上前から行われており、HTV 運用管制チームは、3交代の24時間体制で常時、約20名が運用を行っている。運用管制要員の HTV1 での認定者は67名、HTV2 での認定者は76名となっている。HTV の手順書は1800種類以上あり、NASA との手順書も数百種類ある。また、 2011年のコウノトリ2号機ではミッション中に、沖田東北地方太平洋沖地震により、一時的に宇宙ステーション用棟の完成設備が使えず、NASA の完成センターに完成艦を派遣して対応した。この一件により、筑波宇宙センター内の別の建物内に、HTV の予備完成センターが設置されている。HIIB ロケットで、 高度 200km、300km の楕円軌道に打ち上げられた HTV は NASA の追跡データ中継衛星 TDRS との通信を開始し、筑波宇宙センターにある HTV 管制センターの管制を受ける。HTV が正常であることが確認されると約3日間かけて国際宇宙ステーションから 23km の位置まで接近する。この距離では 希望に設置された金融貿易通信システムとの通信が可能になる。希望に搭載されている GPS 受信機を利用した GPS 相対広報により ISS と同じ高度で ISS の 5km 広報の接近開始点に投入される。AI 点まで正常な状態が確認できれば AI マニューバーにより接近を継続する。何らかの理由で接近を中断したい場合は AI 点にて相対的に停止する。まず、RGPS により ISS の下方500メートルの R バー開始点に接近する。希望の下部には反射板が取り付けられており、これにレーザーを当てて正確な位置を測定しながら、ゆっくりと接近する。接近速度は毎分1から10メートルで、ISS もしくは地上から接近の一時停止や、一旦交代、中止などの操作ができる。 途中300メートルの位置で一旦停止し、要マニューバーを実施して、要姿勢を0度に戻し、接近を再開する。最終的に、希望の下方約10メートルの端地点で、HTV は停止する。プログレス補給船や欧州補給機と異なり、HTV は自動ドッキングは行わない。他の CBM を使用するモジュールと同様、HTV は、カナダアーム2で悪事されて、 手動操作で結合する。まず、HTV は安全確保のため全てのスラスタを停止して待機する。次に、カナダアーム2が HTV を悪事し、ハーモニーの地球側結合部に取り付ける。手動での結合プログレスや ATV と異なり、手動での結合方式を採用したが、それは結合に利用する ISS の共通結合機構が自動ドッキングを行う設計ではないからである。 これは自動ドッキングより大型の荷物の輸送を優先したためである。この接続方式の採用により、ハッチが1.21.2メートルの正方形となり、プログレスや ATV と比べてより大きな物資の搬出が可能となった。コウノトリに号機、HTV がドッキングするハーモニーは ISS の最前部であり、HTV を使用して ISS のリブーストを行うことはない。 前日の通り、補給キャリアから補給品の取り出しと不要品の積み込みが行われると、HTV は ISS から離脱する。HTV の係流中にスペースシャトルがドッキングする場合は、HTV のすぐ隣に、シャトルのペイロードベが位置してしまい、物資搬出に支障をきたす。特に多目的補給モジュールを輸送するミッションの場合、MPLM が結合に使用するハーモニーの 地球側結合部を HTV が塞ぐことになる。このような場合は、あらかじめ HTV をハーモニーの天頂側結合部に移しておく必要がある。実際に HTV2 号機では STS-133 の到着に備えて HTV2 をハーモニーの天頂側結合部に移動させた。ハーモニー天頂側はセントリフュージが使用する予定だったが、 セントリフュージの計画中止で空いており、過去には希望船内保管室の仮設置に使われた。CBM から分離すると、HTV はカナダアーム2で ISS から離れた場所まで移動した後、端を解放して放出され、ISS から遠ざかる。軌道離脱の噴射を行い、通常は南太平洋、場合によってはインド洋に向けて再突入させる。 再突入時に発生する1000度以上の高温に耐えられる耐熱金属等でできた一部の部品を除き確実に燃え尽きるように設計されておりアルミニウム合金や特殊樹脂などでできた本体廃棄された不要品ともども大部分が燃え尽きその任を終える燃え尽きなかったごくわずかの部品は南太平洋またはインド洋の海中へと没する搭乗員の生活還元品から 飲食料、実験機器から小型衛星まで様々な物資を搭載、輸送している。飲料水の輸送は2号機から行われており、種ヶ島宇宙センターにあるシンクの蛇口から取水した上で、NASA の基準内の水を生成し、殺菌成分の要素を少し加えて、専用の水バッグに収めて ISS へ運ばれる。飲料水の水バッグは一つ20リットル入りで30個。 分600リットルはリサイクル前提で宇宙飛行士3人の4ヶ月分に相当する。5号機からはオレンジやレモンなどの生鮮食品も輸送している。2020年度に最終号機となる9号機を打ち上げた。2015年12月8日に開催された宇宙開発戦略本部で宇宙基本計画工程表が改定され、2021年度以降は H3 ロケットによる新たな宇宙機の打ち上げに移行することが正式に決定された。HTV はスペースシャトルに次いで船外物資の輸送を実現した宇宙船である。スペースシャトルが退役した2010年時点で ISS へ物資を輸送する手段は HTV のほか、ロシアのプログレス補給船と欧州の欧州補給機があった。しかし、 プログレスと ATV は共通結合機構1.27メートルの正方形の物資を通すことができる角丸小方形より小さなドッキング装置のハッチを用いるため国際標準実験ラックはこのドッキング装置のハッチを通過することができず輸送できなかった。また定期的に交換するバッテリーなどの軌道上交換ユニットも輸送することができなかった。 これらの補給品は従来、スペースシャトルの多目的補給モジュールや、暴露機器輸送用キャリアで輸送していたが、シャトルが退役したことで、ドラゴン宇宙船の商業軌道輸送サービスによる物資輸送が始まった2012年までは、HTV が唯一の輸送手段であった。国際標準実験ラックに関しては、計画中のものも含めても HTV 以外に輸送できる宇宙機はない。 なお、プログレスと ATV はハッチを通過できる小型の補給品のほか、ISS の推進剤を補給するためのタンクとパイプを搭載しているが、HTV では推進剤を輸送する能力はない。プログレスと ATV は ISS の進行方向最高尾にドッキングすることもあり、自らの推進機能を利用して ISS をリブーストすることができるが、HTV は ISS の最前部に進行方向に対して垂直に結合することもあり、リブースト能力は持たない。小型の実験機材や食料、医療などは、HTV やプログレス、ATV のいずれでも輸送することができる。これらは、余圧室内に搭載され、ISS 搭乗員が運搬する。廃棄時も同様である。また、ソユーズの急速ランデブー方式の場合は、 打ち上げから約6時間で ISS に着くにあたって ISS 側で予定している到着地点に軌道を変える作業が必要だが HTV は到着まで約3日の時間をかけることによって ISS 側での作業が必要なく打ち上げ時刻と到着時刻を柔軟に決められるようになっている HTV の場合 ISS とのランデブー結合システムは従来のものと異なっている 他の宇宙船はロシア製の自動ドッキングシステムを使用するが、HTV は世界で初めてランデブー飛行により接近した後、相対的に停止させ、ロボットアームで恥じして結合させるという、キャプチャーバーシング方式が採用されている。この方式は、米国の民間会社2社が開発するコッツ宇宙機でも採用された。なお、無人ランデブー技術には、 技術試験衛星キック7号の実証経験が活用されている。2008年7月20日の読売新聞長官一面トップに NASA がスペースシャトルの退役後 HTV を購入する計画があるという内容が掲載されたが翌7月21日に NASA は公式サイトにてそのような事実は公式、非公式問わず検討したことはないと完全否定した。 シャトル退役以降の i s s へのアメリカ担当分の補給手段として NASA は民間開発による商業機動輸送サービスを利用する予定である。コッツにおいてロッキード社がアトラスロケットを用いて HTV を打ち上げることを視野に入れたがすぐに断念した。なお、HTV は日本だけの物資を輸送するための輸送機ではもともとなく、 NASA の実験装置や各種補給品も搭載するため、購入はともかく利用はすでに行われている。2015年にはドラゴン7号機の打ち上げ失敗により、急遽 NASA の依頼で、コウノトリ5号機で水再生システム用補給物資の輸送が行われた。当初の計画では、HTV は2015年度までに7機の打ち上げを予定していたが、その後2016年度までに7機、 さらに2019年度までに旧機に変更されている。この間に HTV の改良が行われ、HTV3 で国産化のための改良は完了した。以下に公表されている主な改良内容を挙げるが、これ以外にも様々な改良が施されている。補給部弱つく内の照明には ISS 共通の蛍光灯が使用されている。この蛍光灯はアメリカ製で割れても ガラスや水銀が飛散しないなど宇宙での使用に対応した特別品である。ISS 計画の遅れや延長による経年劣化もあり、ISS 内で点灯しなくなるものが相次いでいる。そこで HTV 用に発光ダイオードを使用した LED 照明装置が開発され、2010年打ち上げの2号機から搭載された。この照明装置はパナソニック電工が j a クサの事業公募制度、宇宙オープンラボに応募して採用されたもので、LED は蛍光灯と比べ劣化や故障が起きにくく、1万1、故障しても20個の LED と2組の電源回路を使用するため完全に不転倒になる可能性が低いとされている。まず、HTV で使用されるが、引き続き ISS 本体にも採用するため、検討が行われている。蛍光灯。 LED 照明いずれの場合も ISS からの離脱前に取り外され ISS での予備品として保管されている。実証機、2号機、4号機の推進モジュールには前述のようにエアロジェット製のメインエンジンとスラスタが使用されている。これは HTV が計画された1990年代にはまだ国産スラスタの起動上実績が乏しかったためである。 2000年代以降は BT-4 や BT-6 といった国産スラスタが多くの軌道上実績を上げており、国産スラスタでも十分な信頼性が確保できるとの判断から国産化されることになり、メインエンジンには HBT-5、スラスタには HBT-1 が採用された。ISS 接近時や再突入時等の熱負荷が大きかったため、 国産品開発では、熱安定性の向上が求められ、燃焼室根源部温度の安定化、燃焼振動の抑制を実現した。開発した RCS メインスラスタは、共にマルチエレメント型で、フィルム冷却のインジェクタ方式である。当初は2号機以降で適用される予定であったが、2008年の変更で3号機以降で適用される予定となった。HTV は、 当初、一次電池のみを搭載する予定だったが、開発途中で太陽電池と蓄電池を追加した。その後、高性能の宇宙用一次電池が入手できなくなったため、どちらも同じリチウムイオン二次電池を使用することになった。しかし当初の設計を引き継いでいるため、一次電池の代わりに搭載した電池は、太陽電池で充電することができず、電池が重複して搭載された設計に、 なってしまっている。そこで、地上で充電した蓄電池に、軌道上で太陽電池から充電できるよう回路の設計を変更し、操縦量の1割程度を占めている蓄電池を削減することが検討されている。HTV は太陽電池を本体表面に貼り付けているため、放熱特性を悪化させている。HTV のモジュール設計を活かし汎用軌道管。 輸送機として使用する場合、太陽電池をパドル化することで、放熱特性改善による軽量化や、発電効率改善による太陽電池軽量化、飛行姿勢の自由度改善を図ることも検討された。HIIB の第2弾は、HEA と共通のため、衛星等細部の直径が3.2メートルであり、直径4メートルの HTV は裾を絞った形状になっている。 HIIB の衛星搭載部を4メートルに拡大すれば HTV の構造を簡素化でき軽量化につながる。また HIIB の2段目自体を1段目と同じ直径5.2メートル程度に大型化すれば推進剤を増量して HTV の操縦量を増加することも可能になる。これらの改良で補給品搭載量を増加できるほか 後述する発展型の開発にも活用できる。宇宙ステーション補給機、HIIB ロケット、希望などを利用した日本の宇宙ステーション計画は、毎年400億円ほどの費用がかかり、日本の宇宙予算全体に占める、その高額差が問題視されてきた。これを解消するために、2015年5月、文部科学省宇宙開発利用部会において、 2016年から2020年に打ち上げられる3機の HTV のうち1機を設計を全面的に変更した新たな宇宙機とする構想が明らかにされた。また、同年夏に文部科学省は現行型の HTV の打ち上げは2019年度に打ち上げる9号機までとし、2021年度以降はコストを半減させた新たな宇宙輸送機、 HTVX を使用することを構想した。なお、従来から検討されてきた回収機能付可型、宇宙ステーション補給機については、計画が中止されている。2015年12月8日に開催された宇宙開発戦略本部で、宇宙基本計画工程表が改定され、現行型は2019年度に打ち上げる9号機までと、し、2021年度以降に、 HTVX に移行することが宇宙基本計画として正式に決定された。HTVX と仮称されたこの新型宇宙機では開発費用削減のため余圧部は大きな改変を加えずに引き続き活用する一方、前述の太陽電池のパドル化が図られるとともにこれまで分割されていた推進系と電気系モジュールがサービスモジュールに集約されるなど 構造設計が大幅に見直されている。こうしたシステムの効率化や軽量化により、輸送能力を保ったまま製造費用を半減するとしている。また貨物搭載部の置き換えや機能追加、サービスモジュールの能力向上により、ガツ機動艦輸送機、新宇宙輸送機、機動上サービス機、HTVR のような地球回収システムへの発展性を確保する。 自立型回収カプセル7号機で初めて搭載、使用された小型回収カプセルは、HTV 本体に取り付けられた形で、ISS から離脱し、大気圏再突入直前に、HTV から分離される構成となっており、カプセル単独での地球への帰還能力を持たない。そのため資料を回収できるタイミングに制約がある。これを解消し、カプセル単独で、 ISS から放出され、地球へ帰還できる自立型回収カプセルの開発が検討されており、HTV-X での実用化を目指すとしている。HTV は人間を乗せての打ち上げこそ行わない。ものの、ISS 経流中に人が立ち入ることができる。安全性を有し、無人での単独飛行が可能な宇宙船であることから、HTV を起点とした発展型が構想されてきた。なお、 これらの構想は論文や暫定的な計画等で公表されているが、いずれも要素技術の開発に止まったか構想段階で止まっている等、正式に開発が決定したものではない。2010年に2011年のスペースシャトルの退役により、ISS から実験資料などを持ち帰る手段が減少することが確実となった。 2010年の時点で確実に使用可能な手段はソユーズ宇宙船のみであり、ソユーズに搭載できる物資は1機あたり6 1ラムに限られることから、日本独自の物資回収手段となる HTVR の開発構想が持ち上がった。HTVR の実現により、将来の有人宇宙船開発に向けて、大気圏再突入の経験を積むこともできるとされた。当初、 HTVR の案には以下の3つが挙げられていた。弱部内搭載型小型カプセル案、非弱部内搭載型弱部置換型オプション0は、従来の HTV をほぼそのまま流用できるため、回収できる重量は小さくなるものの、最も早く回収能力を獲得できることが利点とされた。オプション1は、経費を抑えるため、 従来の HTV に対して圧部から非圧部に設置する機関モジュールへのアクセスケールを追加し、非圧部に収まる大きさで有人機に近い水準の機関能力と 300kg の回収能力を獲得する案であり、オプションには圧部全体を将来の有人機に近い形状の回収モジュールに置き換え、有人機に近い形状での機関能力と無人機として1.6トンの 回収能力を獲得する案であった。HRV は最大直径4.4メートル、高さ3メートル、重量6.5トンとされ、機関時は要項比0.3程度の揚力飛行をすることで、ペイロードに優しい小さな減速度を実現予定であった。採用案はオプション2で2012年8月の宇宙政策委員会第2回会合時点で、 2018年度以降の打ち上げが検討されていた。しかし、2013年10月の第57回宇宙科学技術連合講演会では予算の問題から開発期間の短縮を図った蒸気の設計は意味がなくなったとしてデザインを全面的に一新したドラゴン宇宙船に近い案が公表されている。2014年4月、ジャクサは HTV 搭載小型回収カプセルの開発の技術提案方式の広告を出した。8月には契約相手方の選定結果の広告が出された。2015年10月22日、JAXA は模擬小型回収カプセルの落下試験を北海道大樹航空宇宙実験場の沖合で行った。2018年9月23日に打ち上げられた。 コウノトリ7号機のペイロードの一つとして、小型回収カプセルが搭載され、物資回収技術の技術実証が実施された。2015年5月に発表された HTVX の構想では、HTVX のさらなる将来ミッションへの対応として、HTVX の余圧部をカプセル型に置き換えた、HTVR のような地球回収システムの構想図が掲げられている。なお、 HTV の弱部をカプセル方式にした物資回収の考えについては HTVR の構想が出る前の2006年には出ており翼付きのカプセルやカプセルの有人化にも言及されている HTV の推進系を性能向上することで ISS とか月道などを連絡する月機動艦輸送機を開発する構想開発中の LNG 推進系は液体水素より 宇宙空間での保存が容易で、ヒドラジンより性能や安全性が高いことから、ガツ機動艦輸送機の推進剤にも適しているとして、HTV と組み合わせることでガツ機動艦輸送機を実現する構想があった。2015年時点では、HTVX の開発をする場合には、将来的に HTVX の能力や機能を向上させる。 ことによって、ガツ機動管輸送機へと発展させることができるように、することが言及されている。JAXA は2015年に、有人宇宙船開発の判断を行い、2025年に実用化することを掲げていた。HTV は、ISS 経流中に宇宙飛行士が立ち入るため、有人宇宙船に相当する安全性を備えていることから、 日本の有人宇宙船開発の基本になるものと位置づけられている。このため、常実の回収機能を加型宇宙ステーション補球機を実用化するなど、有人宇宙船の要素技術を開発し、2015年までに有人宇宙船の開発計画をまとめる方針であった。構想では2020年までに HTVR を発展させた有人回収カプセルと、 無人の有力再使用型回収システムを開発する。これらを統合し、2025年までに再使用型有人宇宙船を開発するとしていた。2008年6月に発表された構想によれば、HTV の推進モジュールに4人乗りの有人カプセルを組み合わせることを基本とする。最小構成の重量は6トンで、HE や202型ロケットでの打ち上げも可能だが、 脱出ロケットを持たないため有人打ち上げはできない。最大構成では脱出ロケットや居住モジュールも搭載され、HIIB ロケットの2段目を大型化して対応する。なお、この構想は2001年にナスダ先端ミッション研究センターが構想を発表した富士と共通点が多い。ソユーズや新州は上から順に脱出ロケット、居住モジュールに相当する部分。 有人カプセル、電気、推進部の順なので、脱出ロケットは補給キャリアごとカプセルを脱出させる。HTV 有人型は、有人カプセル、推進モジュール、居住モジュールの順になるので、脱出時は、有人カプセルのみを脱出させる。軌道に到達すると、補給キャリアを後方から前方に入れ替え、ソユーズなどと同じ構成になるとされた。HTV をもとに、 日本独自の宇宙ステーションを建設する構想も存在する。補給キャリアの代わりに宇宙ステーションのモジュールを搭載して打ち上げたり、HTV 自体を宇宙ステーションの推進機能として利用することが考えられた。これはロシアの宇宙ステーションと同じ手法である。ミールや ISS のロシア製モジュールの多くは TKS 宇宙船をもとに開発したため、 自力で ISS にドッキングすることが可能で、ISS の高度や姿勢を制御するのにも使われている。また、中国の新州宇宙船も、機動船と組み合わせて、宇宙ステーションとして使用することが想定されている。JAXA の一案では、HTV を元にした推進モジュールや、HTV で輸送される太陽電池アレイ、居住モジュールを打ち上げ、これと既存の希望を組み合わせることで、 日本独自の小型宇宙ステーションを実現する。なお、宇宙製作シンクタンク、中の会がこれとほぼ同じ趣旨の構想を発表しているが、こちらは希望以外にも ISS のモジュールを流用しているため、より大型である。HTV の実物大展示モデルは、弱札区場宇宙センターの展示館、スペースドーム内に垂直に建てられた状態で展示されている。 ありがとうございます。